日本共産青年同盟は戦前の日本で活動した青年組織である。日本民主青年同盟の前身にあたる。略称は共生。1922年11月のコミンテルン第4回大会への日本からの出席者の一人であった高瀬清は国際共産青年同盟による日本共生結成の指令を受け1923年1月に帰国した。 翌二月四日の日本共産党第二回大会は、党議として強制結成を決定した。青年同盟の組織準備委員会委員長に、佐野学部委員に、川崎越行、荒井国之助、高橋岬、井猪又綱夫、高瀬清志が任命された。九百二十三年四月五日、東京府豊玉郡と塚町あざ、現米の赤月民会事務所で共生創立会議が、 開かれ、非合法で結成された。中央委員長、河井義虎、中央委員川崎越洋、高橋定樹、荒井国之助、岸野茂春、高野実、古門佐野学、井野又達奈を、高瀬清が選任された。同年6月5日の共産党弾圧で、中央委員の荒井、川崎を含む活動家が検挙された。9月1日の関東大震災後、 被災者救援活動に当たっていた委員長、河井義虎ら,らが検挙され、亀戸警察署で虐殺された。11月12日、川崎越行が告示した。1924年3月頃の第一次、共産党会党と共に消滅したが、1925年7月、日本共産青年同盟として再建された。1926年8月に結成された。 全日本無産青年同盟を指導し、合法無産青年運動を指導した。1928年4月10日、3.15、事件による弾圧の一環として、無青が解散させられ、再建活動が続いたものの打ち切られて、非合法組織拡大強化、合法組織不要へ方針転換した。1929年の大弾圧直後の4月25日、 中央機関紙、共産青年を総刊。4ページ立て、一部五千、発行部数200から300部、非合法で発行され、末尾に、独語家中と記された。1933年12月、中央委員長、塚田大岩が検挙され、中央委員会が破壊された。共制は、満18歳以上の男女の選挙権、非選挙権、同一労働同一賃金。 天皇制だと侵略戦争と軍国主義反対を掲げて戦った。高島万と飯島義美今村つねおなど捕らえられて死亡した同盟員もいた。戦後になり、1946年2月に日本青年共産同盟として再建された。1949年には民主主義学生同盟、全日本民主青年同盟と、 合同して日本民主青年団が結成され、1956年11月の民政団第5回大会で日本民主青年同盟に解消された。現在の民政同盟は、1923年からの年数を強制創立周年という数え方をし、1956年の再建及び3組織合同とそれ以前を分けている。ありがとうございます。